えー、こんにちは、えー、本日2月11日、えー、現在、えー、今日はろうそくの木を紹介したいと思いますこちらのカンランスのジャングル室入ってすぐのところに今ちょうどろうそくの木の花とこちら果実が同時に、えー、見ることができます、えー、このろうそくの木はね別にあのろうそくの原料に使われるわけじゃなくて見た目がねこうやって ろうそくみたいに見えるんでね。まあ、英語ではキャンドルツリーとかとも呼ばれています。はい原産地がパナマ、パナマ、原産の農税、カズラ科の植物でまあ、現地は結構間質えー、寒気と雨季に分かれるということなので、まあ、栽培においても、えー、水をたっぷりやるときはたっぷり肥料と一緒にやってまあ、乾かすきは乾かしてっていう風に間質うまいことつけて、えー、花を咲かせて実をつけています。 こちらですねでまだまだねあの花も咲いてるんでこれからどんどん実もつけて、ね、花と実同時に楽しめると思いますのでぜひ皆さん京都府立植物園のジャングル室にお越しください。よろししくお願いします